どうもお酒は二十歳になってがまさやんです。こんにちは今日は2020年6月21日ですね。えー、父の日ですかね。はい。もちろん私にもね、父がおるわけでございます。はい。ほんとね、なんか短期で、えー、頑固で、まあなんか江戸っ子親父みたいな感じでね、ほんま腹立つんですけども、でもね、ほんと人生振り返ると、 ほんと、父なくしてね、自分はありえないというか、もう下手したら、ほんとね、どっかで、この世から、自分はね、消えてたかもしれない時に常に父がいて、ほんと、救われてたと。命を救われてた。ほんとね、恩人。もう超恩人。でございますので、えー、昨日ね、ダッサいっすよ。結構 こういい脱菜を買ってプレゼントしました。ノーみたいな。は <laughs> ぁみたいな。無理せんでええのに、みたい言われて。無理してねえしって、俺無理してねえ。で、YouTube やってること言ってないんですよ。母親は知ってる。母親と妹は知ってんのかな。でも父親に一,一切言ってなくて。で、うい,い、俺 YouTube の金で買ったし、みたいな。言いたかったけど。<laughs> 言わずに。はい。 ああ、みたいな。買ってきたぜ。ああ、ありがとう、みたいな感じで。あの、父親と息子の、あの、やりとりみたいな感じで。はい。で、今日も、そして草を買って、おい、みたいな。あっこ買っとってくれや、みたいな。あわかった、みたいな。えー、よみたいなえー、よ、ええー、よ、みたいな感じの雰囲気でございます。はい。で、私は今、あの、 久々ですよ。焼酎ロックですね。今日は焼酎ロック。この後ね、ライブ配信控えてるんですけど、焼酎ロック。はい。飲んでおります。はい。ということで、第三国志、やっていきましょう。英雄需要残り少ないですね。まだケースさん来ておりませんけども、先発サーバーのー状況からして、あと一週間、まあ、10日ぐらいかな。残っております。敵味方、皆さんよろしくお願いします。ということで、今日はね、 今日はちょっとね、あるお方について語っていきたいんですけども、ん、この英雄需要の環境ですね。皆さん、一言で言うと、何環境って言います何環境って。思い浮かべてください。何環境ですか私はね、言うならば、G 環境です。G 環境。言い方悪いな。ジジー環境であると思います。はい。というのも、第三国書はね、 G3 型がめちゃめちゃ活躍してますよね。もう今季は候補数。そして、もう常に、えー、君臨している、チェーキイゴジーことチェーキで、今回は特製型のコウチューもいますし、もう G3 型めっちゃ頑張りすぎ。これが、老会というものか。とね。まあ、叫びたいとこなんですけども、それに加えてね、最も最高齢の G といえば、はい。 カダカダ先生です。名医カダですよね。名医カダ。で、カダ先生においてね、私はとても失礼なことをね、前申し上げたというか、過去、使えない星語武将ランキングで、ね、ノミネートして、ランキングして、私がね、カダ使えねえって言ってたんですけども、それに対してすごい反響があって、いやいや、カ、ま、ダ、あ、は使えますよ、まさやん、ということで、あの、その頃ほんとね、 あの、すごいメッセージもいただいたり、ツイッターでもね、カダの杖なんか、舞台みたいなのが、あの、皆さんこう、戦歴とかも含めてね、公表されておりまして、あの、謝罪にまでね、追い込まれるという、すいませんでした。あの、カダは使えました。すいません。ということね、言った覚えがあるんですけども、とはいえね、とはいえですよ、あの、 言うて、その、殲滅部隊の上位には食い込んでこないと、いうことで。あの、まあ、使えるは使えるけども、殲滅上位には来ないでしょう、ということでね。えー、その、騒動は収まったわけでございますけれども、ちょっとちょっと最近ちょっと、有意識事態ということで、なんか、肩が、戦場に、いる。マジ。 なんか、強いらしいよっていうことで、今回ね、ちょっとそれに関してね、物申したいというか、検証したいというか、本当にただ大丈夫っていうことでね、言っていき,いきたいんですけども、実はあの、ちょっと前に更新されてる孔明のお部屋さんで、その、多分中国、日本含めてかな最強舞台ランキングっていうのは更新されてたんですよね。 実はその中に、カダカダ採用の、なんか S ランク部隊に、なんか、二つも入ってるいうことで。マジでということで。ほんまにほんまにっていうことで。ちょっと目を疑いましたよ、僕はね。うんうん、で、多分、あの、じじい部隊は二つあったのかなカダ 呃、カダ、えー、リッコ、候補数から、ジジイ部隊ね。で、カダ長期候補数から、このジジイ部隊。まあ、全部ジジイ、ジ,ジイまみれてるんだけど、ジジ部隊やべえなっていうことだったんだけど、でも言うてカダですよ。攻撃、20、プラス0.24。あ、いや、レベル5だけどね。防御、65、プラス0.77。治療、93、プラス1.61。大丈夫、これ。真っ赤にしても大丈夫と。 いうことで。でね。で、あ、分析は分析は、断兵不可だよね。皆さん。断兵不可。断兵っすよ。どっち断兵寒い。どっち断兵知ってる人多分、3、40代とか、僕らと同じじゃない人知ってます。どっち断兵どっちボールのブームの先駆者。どっち断兵はい。ということで。 国尾くんのドッジボール大好き。はい。まあそんな感じで、まあ、断片負荷ね。断片負荷もなんだかんだなんか、なわさん言ってたけど、依存、ラ療依存とかないから、そんな回復しねえから大丈夫みたいなこと言ってましたけどね。そんなカダ先生の固有ですけども、手動100%、手動100%ですね。で、味方複数2体に対して、まあ超回復かな超回復していくのかなはい。 こんな感じなんですかこれでこと足りるもの足りるまあちょっと、大丈夫みたいなとこあったんですよね、正直。信用してないですもん。カダ先生のこと。まあ名医であることはね、すごいのかもしれないけど。こんなちょっとよぼよぼじいさん大丈夫かということで、そう言ってたときにね、ちょうど最近ね、あの、そのカダリッコ候補数 っていうね。なんか、怪しい舞台にぶち当たったんだこれはね、これはこれは、最高のチャンスだと。絶対に、ぼこして、ぼこして、ぼこしていく打ち負けていくなるほどなるほどと。なるほどなるほど。やるな えぐた行くということで、いや、強いんかな強いんすかねでも、盗賊だ。俺の盗賊。やられていく。結構耐久型の盗賊になってるんですけど、今回。ちょっといろいろあって。いやー、強えなでも、テンプレってちょっとよくわかってなくて、肩部隊の。うん皆さんね、ぜひ使ってる方教えていただきたいです。この方はなんか、肩に頬とかつけて、まあ、やっぱり打ち負けるので、 まあ、カダの、お耐久力を上げる。あとは、まあ、立候とか、そこらバフでバフかけて、あとは候補数にもうかけるというか、アタッカーはかけていくっていう、まあ、耐久型の、まあ、ゾンビに近いけど、候補数の類似コンボでなんとかやっていくっていう舞台だったんでしょうけども。いやー、強えじゃん、カダさん。やるじゃん。やるじゃんけ。ということで。こう、カダのを使うことによって、例えばカダ、この、 肩部隊がマジ強いってことになったら、その類似候補数はもちろんね、鉄板としても、その前方とか武将を温存できるっていうかね、これがここまで活躍してくれるのは他でまあ、それだと五連とか大歓球とか盗賊とかいくらでも編成できるじゃん。うん。その、まあ節約的な感じでもう、なんかこれが最強なら他の運、 その殲滅部隊も、バババーって揃えれて、全体的にこう平均的に強い、あの、部隊編成ができるっていうことが、やっぱ強みのない,いかなと思いますよね。あの、部隊編成において、まあ言ったけど、その5部隊、例えば5部隊やるときに、自分は100、100みたいな。100%、100% 1。1、2軍で100、100作って残り70、70、70とか60、60、60、60みたいな編成の仕方なんですけども、例えばですよ。 これをすることによって、えー、90、90、80、80、80みたいな。ね。そういう組み方もできるんですよ。その人の好みにもよるんですけども、なんか、全体的なアベレージを、ね。アベレージを上げるっていう意味では、この舞台をね、なかなかどうしてエグ対い語だということで、はい。かだ、かだ、かだ先生。このじじい環境においてなかなか活躍しているということで、はい。 皆さん、このカ舞台、まあ、あの、僕ね、コースもね、リックを持ってないんであー、もうどうしようもないんですけど、なんか、この、強いよっていうことを、先方とかね、組みかあた、ぜひ、ご教示ください。ということで、お酒を渡したとか、まあ、せんでした。ありがとうございました。